皆さんこんこにちはいかかがお過ごしでしででょうかニューーークレーションチャーチャの三好明です今日も「リビングライフ」のテキストを用いて神様の言葉である聖書からご一緒に教えられてまいりましょう本日は2024年9月13日の金曜日聖書の箇所は「旧約聖書」「ネヘミヤ記7章」61節から72節タイトルは全く礼拝ののための惜しみない献身です私たちが主にあって新しいアイデンティティを与えられて生きることができる。 そのことについて、ご一緒に教えられてまいりましょう。ネヘミヤ記七章六十一節から七十二節。次の人々は。テルメラフ、テルハルシャ、ケルブ、アドン、イメルから引き上げてきたが。 自分たちの先祖の家系と血統がイスラエル人であったかどうかを証明できなかった。デラヤ族、トビヤ族、ネコダ族642人。祭祀の中では、ホバヤ族、ハコツ族、バルジライ族、このバルジライはギルアデ人バルジライの娘の一人を妻にしたので、 その名で呼ばれていた。これらの人々は自分たちの経図書きを探してみたが見つからなかったので彼らは祭司職を果たす資格がないものとされた。そのため総督は彼らにウリムとトンミムを使える祭試が起こるまでは最も聖なるものを食べてはならないと命じた。全回収の合計は 4万 2, 人であったこのほかに彼らの男女の奴隷が7,337人いたまた彼らには男女の歌い手が245人いたラクダは435頭ロバは6,720頭であった。 一族の頭の何人かは工事のために捧げ物をした。総督は資金として金一千打力、八五十、祭子の長服五百三十着を捧げ、また一族の頭のある者は工事資金として金二万打力、銀二千二百皆を捧げた。 その他の民の捧げたものは、金二万打力、銀二千皆、祭祀の長服六十七着であった。こうして、祭祀、レビ人ビ、門営、歌い手、民のある者たち、宮の下辺たちが、すなわち、全イスラエルが自分たちの元の町々に住んだ。 イスラエルの子らは自分たちの町々にいたが第7の月が来た時私たちが今生かされている社会は一生懸命この自分を証明しなければならない。 そういうういい時代に生きているんじゃないでしょうかスマートフォンはですねこの顔認証というのがあって本人確認というのはです、ね、顔でピッてやれるからいいんですけれどもあの顔認証があっできる前まではですねパスワードならないといけないってパスワード何だったかなって分からなくなってです、ね、自分を証明できないって自分が本人なんだけど本人じゃないってあなたは違いますって言ってねパスワードが合いませんとか言われたりしそういう時代が長くあって最近はまあ顔認証とかいやこれでもうほとんどクリアできて時々ですねこのやり直 してくださいって言われて、あ、またバスは何だったかなと思ってね。またこう調べて、やらなくちゃいけなかったし。これ、アイっていうことですよね。ID デっていうのは、アイデっていうのは、アイデンティフィケーションですよね。これは、自分を証明するっていうことです。で、私たちがですね。この、今、この世界を生きていくときに。 自分はでですすねね数字のの一つのように置き換えられるわけですよ、ね、マーケットエコノミーだからこの、えー、数字ですねこの収入いくらですかとか身長,身長かけないか <laughs> なんかですねこのそういうようなこのワンノブゼムっていうかですねそういうような存在にこう置き換えられてしまう一方であなたは特別な人生生きることができるんだっていうねこのオンリーワンでいいんだみたいなメッセージもあってですねでどうやって生きたらいいんだろうかと自分は何者なんだろうかとかそういうふうに自分探ししちゃうとかですねそういったことはあるんじゃないかと思うんですね。 でその時にですね、まあ、今日のこのテキストを読んでいくとこの補習から帰ってきた人たちの中にですね自分はこの約束の地に帰ってきたけれどもイスラエル人であったかどうか証明できないっていう人が出てくるんですよね。61節に 次の人々はテル・メラフテル・アルシャケブルアドンイメルから引き上げてきたが自分たちの先祖の家系と血統がイスラエル人だったかどうか証明できなかったんですね悲しいですよねイスラエル人だって証明しようと思ってもできないっていうわけですでだからですね彼らはですねまあフラフラでいいんだけどこの祭主としてのこの役目をですねすることはできませんよっていう方がずっとこう書いてあるわけですよね。で で不を考える時に私たちはこのイエス・キリストを信じるっていうのはですねいかに素晴らしいかっていうことですよね出自が何だったとしてもですね私たちはみんなイエス・キリストを信じることによってアブラハムの系図に入るわけですよねマタイの福音書に書かれているこの系図の中にイエス様自身ですねこの処女マリアから生まれるのでだから血のつながりないわけですよねイエス様自身その系図の中にあるけれども神様の計画によってその系図にいる私たちもイエス・キリストを信じる時に血のつながり のののないこのアブラハムの家系ですよねだけどもやっぱりその養子としてイエス・キリストの弟妹になってこの主のためになるわけです。でこれが私たちがイエス・キリストを信じる時に与えられるまず最初のアイデンティティですよね。私は主のものですまあキリスト者ですって言ってもいいわけなんですけれども主のものです主が代価を持って買い戻してくれたものです。 そして神神のの形を回復させられた神の子供ですまあそういう神様のものとしてイエス・キリフトを信じることによって恵みによってこのアイデンティティが与えられるですね。これがまず第一番目ですよ。 だからここで出てくるような人たちみたいに自分がイスラエル人かどうか証明できないの祭祀じゃないとかできないとか思う人じゃなくて万人祭祀性だからねみんな <laughs> 私たちは全ての人がこのイエス・キリストの恵みによってこの神様と世界をつなぐその祭祀にすらですなることができる、ね、こういうことですよね。ふとと番目は何かっていうとこの67節に このほかに彼らの男女の奴隷が7,337人いたまた彼らには男女の歌い手が245人いたラクダは435頭ロバは6,720頭だったって書いています。これは何を表しているかっていうとこの帰ってきたこの人たちのまあ所有物ってあ今,今はまあ奴隷ってないんだ,、ねね、あれだけども歌い手もいてですね彼らのまあ財産っていうかラクダもそう,そういったものを表していると考えられるわけですよね。 ですると彼らは機関者たちはですねこの、えー、約束の地ではない補修の地で神様の祝福を受けて,たってことですよ、ね、の地で確かに補修の地では約束の地のようではなかったかもしれないけれどもでもその町のために祈りそこの祝福を祈り彼らは彼らでですねそれなりの働きをしていた、えー、そして財産も与えられていたっていうことが分かるわけですよね。えー、でそう考えたたに私たちは この私たち自身イエス・キリフトを信じて新しいこの アイデンティティを与えられたときに、それまで持っていた人生のいろんな経験とかもですね。それも全部、神様が与えたものなんだということが、この理解できると思うんですよね。私の昔の知り合いはですね、この昔の放送の時の教会の役員さんの一人はですね。このイエス・キリフトを大人になってから信じるんですよね。大人になってから信じて、それまでにいろんな人生の経験がありますよね。でも、彼のそれまでのいろんな趣味とかね、音楽の趣味とか、いろんな、まあ、前はさまざ、あ、まなですね、経験ありますよ、ね。 ゴルフとかね、でそういったものが全部この神様の働きのために用いられているっていう、えーまあ、そういったことがこう分かるような人たち人だったんですよね。で私たちも自分に与えられている賜物ですね自分に与えられている、まあえー、出自もそうだしどういう家にまいたかとか財産がある人もない人もあるかもしれないし、まあえー、場合によったらですね民族とかです、ね、人種とかもそうかもしれないありとあらゆるものが神様から与えられた賜物であって。 そして自分は何のためにこの世界に生まれてきたんだろうかというそういう神様からの証明ですよねコーリングがあるそこに私たちはアイデンティティィを持つことがでできるわけですね自分はこの働きのために神様に召されたんだということをですねこの明確にされていくときに自分のアイデンティティというものがはっきりとしてそして神様の祝福をこの世界にもたらしていく一人一人になることができる。 でそのことをですね、この教えられることができるわけです。私もですね、このこのクリスチャンになってですね、このこのすぐの時に高校を卒業したんですよね。でその時に親父がですね、この高校を卒業するからスーツを買って 買ってやるって言ったんですよところがですねスーツを買いに行ったらですね既成服が全く入らないんですよねもう身長が低いのでこの胸板が厚くて身長が低いからこの既成服が入らないんですよオーダーしかないですねって言われてね <laughs> 実際はちょっとパッパッパスパスになって既成服買ったんだけどでもやっぱりオーダーじゃないとダメなんですよ、ね、結婚する時にですねこの結婚式に着るこのなんかゴキブリの尻尾みたいなのかわからないこういう服ねあれ <laughs> 黒い服ね作る時に オーダーしかないって言われたんですよね。だから親父は五十万円出してね。これ貸し主。あの時以来一度も着てないね。その。<laughs> その服をね。オーダーメイドの服ですよ。え、ね で要考えみたらですね私たちはみんなオーダーメイドの人生を与えられているわけですよね一人一人特別な人生を与えられているんですよねこのなんかパツパツになったようなですねこの人が作ったようなこの既製服じゃなくてこの決められたなんかですねこのものじゃなくて一人一人特別なたまもの特別な能力それぞれの背景がですね神様の祝福になっていく。 でイエス・キリストを信じる時にですね堂々とその人生を私たちはこ生きていくことができるっていうことです。そして3番目何かっていうとこの一族の頭の何人かは工事のために捧げ物をしたって書いてますよ。自分に働いてたもの金とかですね銀とかそしてまあこの、えー、祭祀の長膜って高価なものだったそういったものを捧げてそしてこの神様の働きをすると、えーえー、いうことが書かれているわけです。でこれもですね 実は私たちが主への捧げものによって自分のアイデンティティというものがですねこの作られていくというものがあ,ることがあるわけです。それはもちろんですねお金や財産やそういったものもあるでしょうけれども何よりもですね主の働きに自分が招かれてそこに献身しているというそれが私のアイデンティティですということですね。 私たたたちがが仕事をををしたりりり自分のですすすねねいいいいろんんなな家庭を築いたりするいろんなことがあります、ね、賜物を用いていくだけどもそれだけだったら普通の人と変わらないわけですねそれもいいことだけどね、うん、共通恩恵だからねコモングレースでみんなそれで喜んで恵みそれはそれでいいんですけれどもでもイエス・キリストを信じる人たちはそれだけではなくて主の世界宣教の働きに私たちは献身することができるこれは素晴らしいことですよね。 神神様が全世界から神の民を集めようとしている、その世界宣教の働きに私たちが自分の持っているものを捧げてねこの機関車たちが神殿を再建するために捧げたように私たちもこの全世界でなされている神様の働きのために自分の働いているものを捧げて生きるそこに私たちは特別なアイデンティティが与えられていくわけですね。ですから私たちはイエス・キリフトを信じて神の民となり。 そして自分に与えられたいろんな背景それもイエス・キリストを信じる前から持ったものを用いられて神様の祝福をもたらしていくそのコーリングが与えられてですね証明が与えられて新しいアイデンティティが与えられるそしてそれだけではなくて世界宣教に招かれているそのことに応えていくときにまたそこに永遠に変わることのない素晴らしいアイデンティティ私は何者なのかそのことがはっきりとしてくるそのことをぜひ覚えていきたいと思います。 そうすれば私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福しあなたの名を大いなるものとする。 あなたは祝福となりなさい私はあなたを祝福するものを祝福しあなたを呪うものを呪う血のすべての部族はあなたによって 祝福されるいかがでしょうか私たちはアブラハムに与えたこの約束によってイエス・キリストを信じる時にアブラハムの子孫となって祝福さんと呼ばれるようになるあなたの名を大いなるものとするというこの約束あなたは祝福さんと呼ばれなさい、えー、そして私たちの前にたちはあなんか三好先生といたら祝福される <laughs> 三好さんといたら祝福されるあなたは祝福さんですねってそういう人生をですね私たちは生きることができる。 神様から与えられたアイデンティティそれは祝福さんであるそのことをぜひ覚えて私たちがイエス・キリストによって主のものとなり主が与えてくださともものによって主の働き主の証明に見されそして世界選挙の働きに見されていく祝福となる。 ご一緒にお祈りしましまょう恵み深い天の地になる神様あなたの素晴らしい恵みによって私たちがイエス・キリストを信じるときにあのアブラハムに与えた約束が私たちに与えられていく祝福となる祝福の器となるあなたの素晴らしい恵みが私たちにそがれそして私たちがイエス・キリストによってあなたの民となり与えられた 賜りによってあなたの証明に応えそして世界宣教に生きていることができる素晴らしいアイデンティティが与えることを感謝します主よどうぞその祝福さんとして今日も生きるように導いてください主イエスキリストのお名前によってお祈りしますアーメン